私たち煙の縁羅でございます。以後お見知りおきよ。はい、私滝口キララです。はい、私ミイラミサトです。はい、私滝口ひかりです。縁羅ってどういう意味？煙の妖怪から取ってるんですけど、煙の妖怪の縁羅っていう妖怪から取っていて、煙のように自由自在に枠にとらわれないっていうコンセプトで今やらせてもらってます。いいように言ってるけど何も決めてないってことだよね。そうそうです。まあいいように言っちゃダメですか？そうですね。まあでもその私たちの一応その立ちたいステージっていうのがあって、それはゼップでねワンマンをすることっていう目標があるので、はい、まあ、そこに向けて今は頑張るって感じですかね。でもアンケートに書いてもらった自身の夢と違うよね。え、待って、ちょっと待ってよ。それ違うじゃないですか。それは違う、それは違う。だって自身の夢って書いてあったしね。そう、え、2人書いてないの？いや、違う、書いてたんだけど、そう、あんま縁羅と書いてないことを考えちゃってる。え、キラ1位に書いたよ、ゼップ東京でワンマンライブって。ひかりさんはマイホーム。え？どうでもよくない？美里さんは何て書いたか覚えてます？え、確かジンベエザメと泳ぎたいって書いてきました。何それ？え、でも本当の夢なんだもん。っていうことはゼップよりジンベエザメの方が大事ってことだよね。ゼップだな。違う、そうだ、違う、それは違う違う違う。違う、グループとしての目標はゼップじゃないですか、うんうんうん、でそこに向けての個人的な、うん、あれ殿堂入りしてますよ、ゼップ東京。あ、で、そう、殿堂入り、1位よりも上ね。殿堂入り、言うまでもないみたいな、うんうん、でもジンベエザメってなかなか泳げないじゃないですか、一緒に。でそれぐらいの、なんだろう、余裕、うん、懐の余裕が出るぐらいになったらそうなってるんじゃないかなっていう。無理やりすぎるだろう。結果、まとまりのないグループってことで大丈夫？え、違う、誰誰誰、それもう本当にちょっと植え付けないでほしい、そのイメージを。すごい嫌だ。でもなんか自分たちは自分たちのこだわりでそういう部分でやってるので、うんうん、それを含め変幻自在っていうことですよ。都合のいいコンセプトだこと。なんか告知ある？縁羅ファーストアルバム煙を発売しました。今リリースイベント期間中なので、ぜひ皆さんツイッターなど見て遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。ボロが出る前にドローンしちゃって、煙だけにチョキチョキ。